こんにちは、みやこです。今日も動画をご覧くださりありがとうございます。今日は家から近くでお気に入りのメキシカンレストランカサリコに来ました。それでは中に入ってみましょう。カサリコは1987年にオープンして以来、フレデリックのおなじみのレストランになりました。入り口のドアを開けると涼しげな水の音が出迎えてくれます。メキシコの民族アートや工芸品が飾られています。ダイニングホールは広々とした空間です。色とりどりのオウムが見えますか？この壁の絵はメキシコの人々の暮らしが描かれています。ではメニューを見てみましょう。この店はタコスとテキーラが有名です。メニューの端にタコスやテキーラが好きじゃない人は信用するなと書いてありますね。裏にはメキシコ料理のない人生は人生ではないと書いてあります。その通り。美味しいサルサとチップスがあればひとまずご機嫌ですね。この店はいつもお客さんでにぎわっています。こちらがバーです。今日はトロピカルフルーツマルガリータを注文してみました。これは冷凍したラズベリーのピューレとテキーラでできています。テキーラサンライズはテキーラとオレンジジュース、グレナデンシロップからできています。グレナデンはザクロで作ったシロップです。トルティーヤスープはローストしたトマト、コーン、アボカド、パクチー、オニオン、唐辛子とトルティーヤのチップスでできています。とっても辛いです。これはカニとエビのエンチラーダです。エンチラーダはトルティーヤで具を巻いてソースをかけたものです。中にはクリーミーなカニとエビが入っています。その上にはグリーンサルサとチーズがかけられ、サワークリームが添えてあります。とっても美味しいです。これはエビのファヒータです。エビやピーマン、赤ピーマン、オニオンのソテー、メキシカンライス、チーズ、サワークリーム、メキシコ風ピクルスなどを温かいトルティーヤで巻いていただきます。このレストランの詳細は概要欄からご覧ください。それではいただきます。これはバハシュリンプです。ハラペーニョをガーリックバターで焼いたエビを新鮮なパクチーとメキシカンチリペッパーで和えたものです。このエビはプリプリです。これを甘酢のソースにつけていただきます。タコデカルネは炭火で焼いたステーキと新鮮なオニオンとパクチーをコーントルティーヤに挟んだものです。サーモンタコはマリネしたサーモン、チポレクリームソース、キャベツ、パクチーを小麦粉のトルティーヤに挟んだものです。ファヒータサラダはミックスグリーン、トマト、オニオン、ピーマン、赤ピーマン、チーズとエビを食べられるボウルに盛り付けてあります。これも私のお気に入りです。ソパピーヤは揚げたパンに
シナモンシュガーをまぶしたデザートで、生クリームと蜂蜜をかけたアイスクリームが添えてあります。ウランはメキシコ版のプリンです。プリンよりかなり固めですが、とても美味しいです。テサリコは私たちの町のお気に入りのメキシカンレストランです。ご視聴ありがとうございました。この番組ではアメリカ在住30年以上になる私が住むフレデリックでの生活や活動の様子を紹介しています。これまでの動画ではフレデリックの街の様子、訪れたレストランやマーケット、飼い猫や家の周りの様子、お気に入りのレシピなどをアップしています。またピアノとヨガを教えていることから、ピアノ曲の動画やヨガ、健康に関する動画も出しています。今後はこれらに加えて、私の趣味やお気に入りの映画や本、音楽などについてもお届けしていく予定です。お楽しみに。今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。今日の動画が面白かった、または少しでもお役に立てたら、高評価ボタンを押していただけると励みになりますので、よろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。ご感想、ご質問などもどうぞお気軽にコメント欄へお寄せください。お待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。みやこでした。